またこの島へ来ることになるとは。ああ、しかし以前とは雰囲気が全く違うな。ベーレンは島の南側、中華連合は島の北側で作業を行っているか。こういう時くらい力を合わせればいいのにね。そうもいかんだろう。テロに使われた生物兵器はベーレンが作ったものなんだ。中華連合としてはそのベーレンより早くコートララ島を解放したという実績が欲しいからな。こんな時でも世界の覇権争いか。今世界の軍事情勢は中華連合と米連の二強状態で停滞している。そこに来て今回のテロ事件だ。米連へ先立って自分たちが治療薬を開発し上に立ちたい、優位に立ちたいと考えるのは人間の常だろう。その優位っていうのは人の命より大切なものなのかしら。助け合えばそれだけ早くこの問題が解決するのに。そうだな。だが政治という観点から見ればより多くの賞賛や信頼を得て自国の国民に豊かな生活をと考えなければいけないんだ。それだけじゃない。自分たちの方が米連よりも優れている、そういう自己肯定、満足感が得られるからな。うひー。そういうモチベーションを高める目的というのは大切だ。少なくとも上に立つ人間は現場にそういう気持ちを抱かせることで作業効率を上げようとするところも多い。もしかしたら自分たちが世界から英雄として称賛されるかも。そう考えてモチベーションが上がらない人間なんていないさ。そんなもんかな。そうだな。風魔の言う通り、モチベーション、気の持ちようは大切だ。特にテロ行為の現場となったこの場所で働くような人間には。中華連合側の町も同じような状況だろう。ゾンビとはいえ元は人間だ。正気を保つためには英雄になれるかもしれないという未来が必要というのはよくわかる。そうですね。風魔くん。いや、なんでもない。早く行こう。そうね。
ところです、あんたはこっちに来てよかったの？どういう意味だ？島の北側に中華連合の人たちが集まっているなら、そっちに行って情報を集めてきたりとかしないのかなって。いや、今はやめておいた方がいいだろう。私は本国へ強制送還されそうになった身だ。その私が現場に顔を出しても混乱させてしまうだけだろう。たった一回失敗しただけじゃない。そのたった一回が致命的なんだ。私の場合は失敗しただけでなく、迷惑をかけてしまっているしな。そんなものかしら。失敗したからって今までのつながりが切れるわけでもないでしょうに。こういう時に支えるのが仲間だと思うんだけど、私は。組織というのは上下関係が厳しいんだ。特に中華連合ではな。ああ、それはなんとなくわかるかな。あんたを最初見た時も思ったけど、自分だけじゃなくて周りにもものすごく厳しいイメージよね。規律が厳しいと言え、まあ作戦中の死後すら制限される程度には厳しいのは確かだな。うわー、私だったら半日も耐えられないかも。いや、死後は慎んでくれると助かるんだがな。まあ仕事をちゃんとしてくれる限りは問題ないんだが。風魔くんのそういうところ私は大好きだよ。はいはい。そういえば紫先生、さっきから会話に参加していませんが、どうかしたんですか？いや、アサギ様はいないかと探しているのだが。集合場所は向こうに見える白い建物の前ですよ。治療施設とかもらった資料にはあったわね。治療か実験かはわからんがな。とにかく大通りに浅木先生はいないと思いますよ。だが運命的にこう、運よく大通りを歩いている浅木様とばったり会うという可能性もあるだろう。屋台で買った食べ物を口に加えていたら100点なんだが。どんな状況ですか？浅木先生は約束事や事務的なことにはものすごく真面目だし、そういう可能性は限りなく低いと思いますが、こう天文学的数字くらいには。天文学的数字ということはゼロではないということだろう。確かに。そこ納得するところか。ああ、でも天文学的に低い可能性とはいえゼロではないということは諦める必要はないということか。お前こそ何を言っているんだ、風魔。紫先生の浅木校長好きには困ったものだな。我が姉ながらここまで人から好かれているっていうのは悪い気はしないけどね。この前もお姉ちゃんの使用済みタオルを欲しがってたし。それはもう犯罪なのでは。盗んでいないし忍び込んでもいないからギリギリセーフだ。いや、そうなのか、風魔。俺に聞かないでくれ。そうだな。そんなことより早くお師匠様の元へ行くぞ。町の観光はそれからだ。了解、副隊長。
資料にあったより人数が少ないな。はい、ゾンビとの戦闘で怪我人が出たにしては少なすぎるように感じますね。浅木様、ご無事で何よりです。紫こそ特務中隊に力を貸してくれてありがとう。いえ、浅木様のためならこのやつ紫、たとえ火の中水の中どのような危険な任務にも微力ながらお手伝いさせていただきます。わお、むっちゃんは相変わらずだね。御社の騒動から直接来たそうね。ご苦労様。いえ、先生の方こそ山本部長の護衛任務お疲れ様です。そうね、凛子、風魔くん、学園の方はどうだったかしら。ドローンで入手していた情報には目を通したけれど。はい、ゾンビの解放におぼろの脱走、事件前には不審人物がいたとの情報もあり、十中八九外部から目的を持って干渉されたのかと、ここまでの移動中に考えていましたが、おぼろの逃走が鮮やかすぎる。あの女の性格なら捕まえる際に煽った俺に顔見せくらいはしそうなものですが。それだけノマドの上層部が今回の件に絡んでいるのでしょうね。おぼろもノマドの上級幹部だけれど、それよりさらに上の立場にいる存在からの命令には従わないといけなかったのでしょうね。私の方でもゾンビの移送に関係した日本政府の議員に聞いて回ったけど、なしのつぶて。知ら、それでは誰が犯人かもわかりませんね。ええ、だから別の方向からアプローチしてみることにしたの。それが米連ですか。どうやら化学兵器の考案作成にもノマドが関わっているようなの。そこから何かしらの足取りが追えるかもと思ってね。それに風魔くんが回収したドローンの情報、米連側の議員はあの情報にとても強い興味を示していた。戦闘の最中にも成長していく強化ゾンビにですか。それは兵器としてでしょうか。いいえ、それは今からこちらの方が説明してくれるわ。今回はこの依頼を受けてくれて感謝する。私はジェームズ・マクガーレン。こちらミス・アサギを介して君たちに任務を依頼した人物の、まあ代弁者のようなものだ。私の言葉は依頼主の言葉と思ってくれ。さて、ミス・アサギには先ほど説明したが、君たちには行方不明となった調査隊の足取りを追い、無事だったなら保護を、もしそれが不可能なら遺族へ送るための遺品を確保してきてもらいたい。はあ、日本からはるばる来たってのに人探しをしろっていうの。雪風。そうだ、これも君たち対魔人の部隊が東洋桃地のテロ行為を未然に防げなかったゆえの犠牲なのだ。それとも何か、生物兵器の使用は止められなかったが死亡者は撃ち果たしたのだから、自分たちはよくやったとでも言うつもりかね。じゃ、その生物兵器だってベイレ紫は、
うちの隊員が失礼を。後でしっかりと叱っておきます。そうしてくれたまえ。それでミス浅木、君たちは今回の任務を受けてくれるかね。もちろんです、ミスター・ジェームズ。私たち特務中隊は米連より正式にその依頼を受け、今度こそ任務を全うします。はい、風魔小太郎以下特務中隊メンバーは行方不明者探索の任務に就かせてもらいます。つきましては自分は後方支援を主としていますので、通信設備が充実している場所をお貸しいただけると。うむ、その報告もミス浅木より受けている。ミスター風魔、こちらへ。行方不明になった調査隊が最後に確認された場所の地図を提供しよう。助かります。俺は今回ここの施設からドローンを介してみんなに指示を出す。現場の判断は副隊長であるスー・ジンレイへ任せる。こっちは気にしなくていい。下水道は狭いからな。大人数ではかえって動きが制限される。本来なら特務中隊をサポートしてくれているメンバーを数人こっちの護衛に回ってもらうようにする。その分実動部隊の方が手薄になるが、大丈夫かスー。問題ない。それよりもフーマ、お前も油断するなよ。大丈夫だ、多分な。では特務中隊はこれより米連の調査隊が行方不明になった地点まで移動する。相手はゾンビとはいえ未知の進化を遂げている可能性が高い。油断しないようことへ当たってくれ。了解。水木ゆき風一番乗りよ。よし、ドローン。ちょっと、さっきの茶番は何なのよ。しょうがないだろう。あの場の状況は監視カメラで録画されていたみたいだからな。ええ、米連も一枚岩ではなくて、あの場にもノマドの息がかかっていたのよ。米連内における真ノマド派と反ノマド派の派閥争いですね。浅木先生の反応を見る限り、ジェームズは反ノマド派のようでしたが。彼は信頼できる筋から紹介してもらったから安心していいわ。だから私たちは任務に集中しましょう。本当の任務内容の説明は調査隊の隊長がしてくれるわ。あ、そこから。安全な施設内でも本当のことを喋れないなんて面倒ね。ねえ風魔、この通信は大丈夫なの？ああ、米連の衛星ではなく日本の衛星を経由して会話しているからな。まず下水のゾンビを片付けながら行方不明になった調査隊を見つけてくれ。了解、特務中隊、これより任務を開始する。私の活躍見ていてくれた？